スポンティニアスは2020年のアメリカ合衆国のロマンティックコメディ映画、ブライアン・ダ・フィールドの映画監督デビュー作で出演はキャサリン・ラング・フォードとチャーリー・プラマーなど、生徒たちが突然爆発して死んでしまう、怪事件が連続する高校舞台にいつ爆発するかと怯えながら日々を過ごす高校生たちの恋や群像を描いた青春ラブストーリー。原作は アーロン・スターマーが2016年に上司した小説スポンテーニアス。日本国内で劇場公開されなかったが2021年2月3日から iTunes で配信された。マーラとディランが通う学校では生徒たちが突然爆発して亡くなるという怪現象が相次いでいた。自分や友達がいつ爆発するのかわからないという恐怖にさらされながらも マーラとディランは1日1日を大切に生き、徐々にその距離を縮めていく。カッコ内は日本語吹き替え。2016年6月、オーサムネスフィルムズがアーロン・スターマーの小説、スポンテーニアスの映画化券を購入した。2017年12月11日、キャサリン・ラングフォードが本作に出演することになったと報じられた。2018年1月、 チャーリー・プラマーとヘイリー・ローの出演が決まった。2月、パイパー・ペラーボ、ロブ・ヒューベル、イボンヌ・王子、レイン・マクニール、ブハーン・ローデン、クリス・シールズ、クライブ・ホロウェイがキャスト入りした。2020年10月2日、本作のオフィシャルトレーラーが公開された。本作の主要撮影は2018年1月にカナダのバンクーバーで始まり、同年3月2日に終了した。 2019年12月4日、ジョセフ・トラパニーズが本作で使用される楽曲を手掛けるとの報道があった。2020年9月25日、パラマウントミュージックが本作のサウンドトラックを発売した。本作は批評家から絶賛されている。映画批評集積サイトのロッテントマトズには45件のレビューがあり、批評家支持率は98%。 平均点は10点満点で8.29点となっている。サイト側による批評家の見解の要約はダークな雰囲気の青春コメディであり、そのストーリーにはぶっ飛んだひねりが加えられている。スポンティニアスを見た者はキャサリン・ラングフォードが若手の有望株であることを再確認できる。また、ブライアン・ダ・フィールドは本作でその監督としてのポテンシャルを世に知らしめたと言える。 となっている。また、メトクリティックには7件のレビューがあり、過重平均値は78、100となっている。ありがとうございます。